午前中は洗濯でしょ、午後はお掃除。もう疲れちゃった。ちょっと休憩しよう。喉乾いちゃったからジュースでも飲もう。どれにしようかな。じゃあこれ。わー、出てきた。いただきます。ママ。あ、みつき。みつきジュース飲みたいよ。じゃあみつき、一つお手伝いしたらジュース飲ませてあげるよ。何？じゃあさっき遊んでたおもちゃ片付けてきて。はい。行きます。よし、みつきするぞ。ジュース飲もうか。うん。みつきはオレンジ。これだと。あ、出た。いただきます。おいで。ママ、みつき。あ、ジュース飲んでる。あーちゃん飲みたい。僕、おとちゃん出したよ。そうだよ、みつきはお手伝いしたんだよ。だからあーちゃんもお手伝いしてね。お手伝いしたらジュース飲ませてあげるよ。分かったよ。あー、お手伝いめんどくさい。あれ、もう部屋きれいじゃん。そうだ、やったってことにしよう。ねえねえ、ママ。うん？お部屋のお掃除終わったよ。え？どうしたの？お部屋のお掃除はみつきがしたよ。うん、ブキ。あーちゃん、嘘ついたでしょ。ブキ。嘘つきの子にはジュースあげません。ちゃんとお手伝いしてね。うん、わかったよ。わかったらもう一度行ってきて。これだ。洗濯物を畳もう。よし。半分こ。あーちゃんはちゃんとお手伝いできたかな。何してくれたの？お洗濯物たたんだの。えらい。じゃあ、あーちゃんにもジュース飲ませてあげる。イエーイ。じゃあ、あーちゃんもジュース飲もう。みどり。わー、おいしそう。いただきます。おいしい。二人ともお手伝いありがとう。ジュース美味しかったね。うん。よし、じゃあ今日は特別に夏にぴったりのトロピカルジュースを作ろう。イエーイ。材料はこちら。氷、かき氷シロップ、炭酸水。冷凍のフルーツだと氷を少なくて冷たくできるけど、今日は缶詰のフルーツ。ワクワク。じゃあまずは氷をコップに入れてね。あんまり入れすぎると最後にフルーツ入らなくなるから。でかい。でかなるべく小さいの入れようね。うん、小さい。じゃあ次はフルーツ入れてこう。うん。パイナップルと、うん、みかん。みかんと桃が入ってるよ。うん、じゃあ二人も入れてみて。うん。
うん、みつき桃、あ、パイナップル、いいよ、入れて、いいね、みつきちゃん、みつき、もういいんじゃない、入れすぎだよ、どこ、そしたら、炭酸水入れます、はい、炭酸水、おい、おい、おい、気にしま、本当に、シュシュしてる、これ半分、半分かな、うん、じゃあちゃんの方にも入れようね、うん、ママも入れる、うん、美味しそう、うん、美味しそうね、美味しそうね、うん、ママも、ママも、ね、シュワシュワ、なんかシュワシュワしてる、そしたら最後にかき氷シロップを入れていくよ、何味にする、いちご、じゃあちゃんいちご、いちごどうぞ、ありがとう、みつきはメロン、みつきメロン、みつきメロン、じゃあママ、ママはね、じゃあこのシロップを上からかけよう、うん、いくよ、よいしょ、わー、きれい、きれい、もうちょっときれい、うん、おー、かわいい、かわいい、せーの、せーの、おきれい、おきれいだね、うん、きれい、おきれい、スペシャルトロピカルジュース完成、おいしそう、じゃあ早速いただきます、おいしい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 ね、うん、すごいシュワシュワでおいしいね、いちごの味する、おいしい、かき氷シロップって結構お家で余るから、こういうトロピカルジュースにするといいよね、うん、うん、みんなもお家で作ってみてね、バイバーイ、バイバーイ、ダーシマシオンからの挑戦、アハムービー君は分かるか、これから出てくる画像の一部は少しずつ変化していくよ、よーいスタート、画像の変化に君は分かる。